りましょう、カツアゲごっこ。どういうこと？わからんです。私も初めて今言われたので。私がなんか巻き上げればいいんですか？小出し珍しい。もうすごかったな、もうすごい。もうネットとかでウィンってやるから、もう前髪がベランってなっちゃってて、んならあげちまえという感じで、なんかこういう感じに。すごい、ダンスが上手そうダンスが上手な人ってこうやってこうやってポニーテールにしたりとかさ、そういうイメージ。産毛がぽよぽよ、すごいですね。ちょっとあんまり配信に向いてる髪じゃないんですけど、いや、そう、なんかおもろいなと思って、こういうのであんまり配信したことなかったから。で、縛ってるのよ。ちょっとチュンチュロリン珍しくておもろいからやってみました、ショールーム。いやいや、ここパヤ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 。広いおでこ、え、本当に嬉しい。自分のことずっと狭いと思ってたから、おでこ広いってあれとちょっと嬉しい気持ちになる。しゃ、広いぜ。ドンキホーテにさ、ドンキホーテで何買おうかな。これにキティちゃんとかのサンダルを履いたら完璧だね。持ってないけど。お気に入りの稽古っていうか、なんだろう、スポーツとか動くときになんか便利ないい感じのかっちょええお洋服を着ています。いや、ぶっちゃけすごいメイク崩れしてて、もうほんとボロボロなんですけどね。この距離だからごまかせてると思ってる。あんまり拡大とかしないでください。拡大できないと思うけど、ショールームは。茨城のヤンキーですか？ヤンキーではないけど茨城の人なので半分当たってます。安心してください、劇中はこんな格好で出てきませんので。バイク乗ってそう？乗ってそうですか？ブンブン。男前。まちょっとね、今日は確かにそんな感じ。いつもはこうじゃないですよ。明治座？明治座？なんで明治座でしたんだ。私は明治座ではやりませんよ。水戸、茨城県の水戸でやります。今週末、金土日と。なんかでも今までで一番短いかな、今まで経験してきた中で。4公演だからね、あっという間ですよ。これはだって大人のカフェさんのやつはもうちょっとやってた気がする。うん、明治座、ああ、奈々さん、奈々さんだって一番短いね。でもやっぱりいっぱいね、こうやって準備してたり練習してると一つ一つに愛着が湧いてくるので、4公演もったいないなーってすごい思ってきますね。うん、なんかやっと皆さんと本当に遅いんだよね私。やっとなんか皆さんとお話ができるようになったなーっていう感じがしている。今スピ、うん、
ゴリゴリメイクしておりますよ。今日はバッタリしてきたので。じゃあ人見知りとかそういうんじゃないんですよ。やっぱりなんかそういうモードがあるんです私の中で。レンコン、あ、さっきの施設、そう、共演者の方がレンコンを差し入れてくださったんだけど、ちょっとホテルにいるあれとしてはそう調理ができないので、そう帰る時に残ってってほしいんだけど、残しててくれるかな。じゃあちょっと今日はね、お話できなかったので、そのくださった方とそのレンコン持つかちょっと聞いてみたくて、明日ちょっとお話を聞いてみたいと思います。そうなんです、調理がしたい。何か食べましたか？あ、夜食べたよ、例のクノールの冷製スープを飲んだり、あとブリトーを食べました。レンコン結構持つ。え、本当？私の保存方法が下手くそなのかな。じゃあ明日ドドンと持ち帰ってみよう。冷製スープ好きやね。うん、大好きだ。うん、ベイト美味しかった。今日いっぱい写真撮ったし、舐めてるね。いっぱい写真撮ったり、動画も自分で撮ったり、スタッフさんにお願いして、そう動画もやってるところ、バーたりとかしてるところのあれも撮ってもらえたりしたので、はい、またファンクラブ行きです。これはいや、写真とかはね、すごく自分でもあ、これ早く載せたいなーって思うクオリティのものが撮れたのでね。いや、今も迷ってる。なんか始まる前に乗せてこう期待してもらうというか、またもっと見たいなと思ってもらえるようにこう先に乗せちゃうか、やっぱり楽しみにこう乗せないでおいた方がいいのかとか。でも4公演だからね、そんなもったいぶってどうすんだって気もするし、メールではちょいちょいね、そう乗せてるんだけど、全貌がわかるみたいなやつはちょっとどうしようかなって。すごいね、そう全部が全部はもちろん出さないけどね。水戸のどこでやってるの？水戸の水戸芸術館っていうところがあるんだけど、そこのふもとだそのね、芸術館のところに目ざ、なんかね、なんて言うんでしょうかタワー、シンボルとなっているタワーがあって、その下に劇場があるんですよ。 ACM 劇場っていう、あのタワー登れますよ。私は登ったことない。山なの？え、山かもしれないな山かもしれない。そう、登れるんで、もし来てね、登りてえなと思った人は登っちゃってくださいの前に100
貨店ありますよ。水戸百貨店って言っていいのやつだよね。水戸京成っていうところ。勝手に登っていいの？どうだろう。なんか多分あれじゃない。私もちょっとまだ行ったことないからわかんないんだけど、券とか買ってちょっと。登るぜみたいなことを一応ね申告してもらって、いやなんか好き勝手には登れないような気がするんだけどな。でもちょっと分かんないので詳しくはホームページで、でこちら詳しくはウェブで。水戸偕楽園の近く、あーいや、まあ、近く、まあ、近いっちゃ近いのかな。でもそんなに近くはないよ。そこから水戸偕楽園行くんだったら徒歩で15分ぐらいかな。あ、もう全然歩ける距離です。本当にみんなならいける。県庁はもっとそうよ。県庁はねさすがにバスとかがかな、歩いたことないから。私お父さんの車でしか行ったことないからわかんないんだよね。水戸駅出てもし俺はどこにいるかわからねえだってなっても、そのシンボルを目指して歩いてればいつか着くので、携帯なくても来れますよ。わかりやすい。大通りまっすぐ登っていけばいいので、マップいらずだと思います。オタは全員オラ呼びしないよ。え？オラって呼ばないんですか皆さん。私みんな自分のことオラって呼んでると思ってました。残念だわそうなんだ、オラじゃないんだみんな。ちなみに私はいません言わにくいあ、ワイっていう人いるよね。でも私もたまに心の中でワイって言っちゃうかもしれない。ワイワイって何？ネット用語。私はねアチキかな、オイランなんでアチキアチキ。私これから自分のことアチキっていう。ちょっともうこの作品に思い入れがすごいんでアチキって言っちゃう。アチキかっこいいな。オイランって笑ってる。なんで笑うの？笑うな私のオイランを私はこの4日間花魁として生きるんだ。笑った人謝れ。ああほらコメント欄が怒ってるよ。笑ったやつ謝れだって。ちょっと誰ですか笑ったの。私に全力で謝ってくださいちょっとじゃないと、あの怒ってらっしゃるので、私のために怒ってくれてるので怒りを鎮めてください。ああ静まれ。ちょっと全力で謝ってください。ありがとうアリス。赤いテーブルこれね。
わりに謝ってくれてる。ネオンキッズの DVD がまだ届かない。ああ、そうなんですか。もうちょっと先、夏頃って言ってたよね。まあいろいろあるんだろうね。あれかな、コロナ系でなんかちょっと作れねえぜみたいな感じなのかな。それか鹿さんがもうやばいぐらい忙しいか。信じらんないよね、今年の3月に言ってたのね。信じられないよ。いろいろ挟みましたからね。もうちょっと待っててってメール来た。もうちょっと待っててってメール来たの？かわいい。その曲あるの？あ、今回のやつ？うん、ゴリゴリにありますよ。なんか困っちゃってるの今私。汗汗。やばいやばいってなってる。汗汗。毎日汗汗。朝起きてすぐに汗汗。俺の彼女になって今ここで見てくれている千、あ、違う、2000何十人の人がうなずいてくれたらよしとしましょう。どうする？みんな、なってもいい？おい、いいよって言うな。おい、簡単に私を他人に譲るな。100人中100人ダメって言ってくれると思った。いいとかあるの？これ全員がさ、ダメって、ひどい。私はこんなにこの活動に人生を捧げて頑張っているのに。そういう感じ？みんな意外と全然私のこと人に譲っちゃうじゃん。そう、意外とみんなスリしてたね。私もびっくりした。よし、怒ったからもうショールーム終わりにしよう。 よし、そういうことにして今日はショールーム終わりにしよう。意外とみんな私のことを奪い合ってくれないから怒ったという理由で今日はショールーム終わりにしていただいて。 怒ってないけど、いや、もうその時間がね、あんまり長くやってると明日に響いてしまいますので。ありがとう、やめる口実を、配信終わる口実を作ってくれて。ありがとう。ありがとう、アリンス。さよなら。私お風呂入ります。やることあるので。さよなら。もう激おこぷんぷん丸カムチャッカインフェルノだよ。 怒りを表す最上級の言葉らしい。はい、カムチャッカインフェルノ、おやすみなさい。それでは。バイバーイ。おやすみなさーい。